皆さんこんにちは2021年賃貸管理士取説解説講義第7回講義を始めたいと思います担当は歴戦クスエーコースの友嗣ですどうぞよろしくお願いしますさあそれではですね今回は第4章ですね建築設備系のところの第5章換気設備、えー、こちらの方を見ていきたいと思いますで この設備の問題なんですけれども、設備って結構ですね、まあ、範囲も広くてですね、えー、何をやったらいいのかわかんないっていうふうに思ってる方も多いと思うんですけれども、まああのー、いろんな設備がやっぱ出てくるわけですよ、出題はされてくるわけなんですね。で、その中でもこの賃貸不動産経営管理士試験というものを考えてみると、まああっ。 的に出題多いのは実は換気設備なんですね、えー、換気設備が一番出題は多いと思います、えー、ですのでまああのー、設備の中で一番最初にマスターするべきなのはこれかなっていうね、えー、まあしかも範囲が狭いので、えー、狭い範囲でしかもよく出てくるっていうふうになってくるとまあ換気設備からね、えー、やっていくのが一番まあなんていうんですか効率はいいかなっていう感じです。 はいえー、効率最優先でやりたいんだったら、まあ、やっぱり換気設備が一番最初なんじゃないですかっていうね、えー、そういうところでまあちょっと取り上げてみたいなというふうに思います。 はいでですねまあ換気方式、えー、自然換気方式と機械換気方式に対別されますというふうにあるんですけどもまずですね、えー、ここをちょっと本当のことを言うとですね自然換気方式って自然の換気なわけですよ。えー、その自然なですからまあ、えー、建物にですねこう換気のための,あの穴みたいなものが開いていてそこから風を通していくっていうそういう話でございますので当然のことながら。 そうあの安定はしてないんですよね風が強い日はいっぱい入ってくるでしょうしまあそれこそね風がほとんどない日なんてねほとんどそう空気の入れ替えもそんなに起こらないっていうですね、まあ、そういうのが、まあ、自然環境方式の特徴それに対して機械環境方式って機械でやりますので機械でやる以上はですね調節ができるわけじゃないですか。なんて電源を切るにするか、ね、弱にするか中にするか強にするかとかでねそれによってまあやっぱり調整はできますよね。え調整ができるっていう と,ところはやっぱあるんですけれどもただそれがね、えー、まあ,あのリアルな話ではあるんですけれども実はここを理解するためにはまあ、ちょっとディフォルメ化した方が理解しやすいんですそれは何かというと自然換気はあまり空気の入れ替えがそんなに起こらないというイメージ機械換気はガンガン空気の入れ替えが起こるっていうそのイメージでまあ、見ていった方がここは理解しやすいです ねえーまあ、本当の本当の話を言うとだから自然換気というのは、まあ、自然に任せるわけですから、ね、それはいっぱい入れ替わる時もあればそうじゃない時もあるでしょうし機械環境を調節とかいうものができるっていうのはあるんですけれどもあるんですけれどもここの単元を理解する 考えていくならば自然換気は空気の入れ替えはちょろちょろっというイメージ機械換気は空気の入れ替えがガーッといっぱいあるっていうそういうイメージで理解すると、まあ、この後の話を理解をしやすくなってくるんですね。まあ、こののページの第第第換換換気第二種換気第三種換気っていうふうになるものですね。 でではですね301ページのところから見ていきたいと思います。まずは第一週間期というところなんですけどもまずちょっと押さえておいていただきたいのはこう室内に外から空気を入れますと。 で室内から、えー、外に空気を出しますということなんですけれどもまず押さえといていただきたいのはあの新鮮な空気は下から入れますで、えー、そして汚れた空気は上から出しますというそのイメージを持っといてください。まあ、あのどちらがどちらかって分かんなくなったらですねあの結構その例えばこう換気扇って部屋の上下どっちについてますかっていうイメージをまあ持っていくと換気扇上についてるから外に出すの上かなとかですね。 例えばあの部屋のドアあたりをちょっと見てみるといいと思うんですけど部屋のドアにちょっとだけですね隙間が空いてたりしません結構下のところにこうね少し隙間が空いてるんですよねでそこでちょっと空気をこうね、えー、流し込んだりできるっていうそう新鮮な空気を下から入れたいみたいなんですねまあやっぱりそういうところになるんですよだから結構ねあの、うん、空気を入れる場所って下にあったりするんですよっていうそういうまあイメージを持っておくとまあどちらかっていうのはまあ分かりやすいとは思います。 1> 第1種換気というのは室内に空気を入れるのも機械室外に空気を出すのも機械というですね、まあ、どちらも機械ですよっていうことになります。でどっちも機械なのでまあ何て言うんですかねたくさん神聖な空気も入っていくし、えーね、空気がバッと出ていくしっていうことになります。でですね 居室にに用いいられる熱交換換型の換気設備とううふうにありますよねこれは何なんですかって話なんですけども熱交換型換気設備これはまあイメージとしてですね、えー、こうあってこう例えばですねえー、まあ新鮮な空気がこっちから入っていきますと。ね。 で汚れた空気がこっちから出ていきますってことをちょっと考えてみると例えばねえー、ここ室内だとしてですよこっちが室内だとしてですよはいさあ考えてみてください冬ですよ。 冬考えてみてください室内暖かいですねえでもねえ空気の入れ替えがこんな頻繁に起こると何が起こるのかというと暖かい空気が全部外に出ちゃうんですよねで、外から入ってくるのは冷たい空気ということになっていくとどういうことが起こるのかって言ったらばですね部屋の中は一向に暖かくならないってことですよねせっかくあまった空気が全部出てって冷たい空気がバー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 入ってきたらですよ。えね、暖房つけても全部無駄ってことになりますよねはいじゃあそれどうするんですかって言ったら室内で温まった空気が 出ていく時に、この熱を使ってこっちの入ってくる空気を少し温めたらいかがですか？っていう考え方です。はいで、そうするとね。室内に入ってくる空気もそれなりに。まあそんなに冷たい空気が入らずに済みますよね。っていうのが、この熱交換型換気設備の考え方です。そう出ていく時にこうね。熱を持った空気が出ていくわけじゃないですか。その熱をこっちにバトンタッチしていくっていうですね。そういうお話です。 はい、ええー、まあ要するにこのね、えー、熱を交換していくっていうそういう話になりますよね。これってまあやっぱりある意味、えー、両方機械だからできることなんですよ両方機械だからでできるでしょっていうですねそういう感じになっていきますと。えー、これが熱交換換型のの気設備の考え方ですでは、えー、第2種換気のところを見ていきたいと思いますけどもこれは。 吸気のみが機械換気で、排気が自然換気ということになりますということは、いっぱい入ってくるですね。ええー。いっぱい いっぱい入ってくる、えー、ということになりますので、そう新もう新鮮な空気がいっぱい欲しいよっていう場合ですよね。えもう新鮮な空気たくさん欲しいんですけれどっていう時に、えー、使うものになっていきます。なので、まあなていうんですか、いわゆるそのね、えー、製造工場みたいな、えー、そういうところで、えー、使用されます。はい、もう本当に新鮮な空気入れたいよっていう時に、えー、ね使用されるのがこの第二種換気というものです。で、えー、ここ。 室内は静圧になるというですねそういう特徴もありますはい、えー、静圧になるという特徴もありますはいそして、えー、第三種換気ですねこれは何かというとですね、えー、換気排気のみが機械換気、えー、吸気は自然換気ということは何かというとですね、えー、いっぱい出ていきますいっぱい出ていくんですけれども、えー、そんなに空気が入ってこないという状況になりますということは そうえー、ここの中の空気は、えー、ね負圧,、はいね、圧になってくるってどういうことですかっていうとまあ横に書いておきましたけど負圧の状態例えばパックのジュースあるじゃないですか。パックのジュースを勢いよく うんってこうやって吸い込むとあのペコっと凹むじゃないですかこのへこんでるなんかこの空気の状態が負圧だというイメージを持っておいてくださいでそうするとまあ、うん、なんていうんですかね、えー、ちょっとへこんでるっていうところになりますのでまあ基本的にですね負圧になるのって他の部屋に汚染空気が入っていかないってこと出ていかないことになるんですよそう他の部屋例えば汚染された空気が他の部屋に出ていったらそのね例えば匂いのある空気がね他の部屋に行ってしまう ったらどういうことになりますかっていうことですよ。 はい、ええー、ね他の部屋に出ていったら他の部屋まで匂いに悩まされることになりますよねだからその匂いが他の部屋に出る前に外に出しちゃいましょうってことになります、えー、外にガン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 出していきましょうっていうことになるわけですよね。じゃあ、えー、この第三種換気ってどういうところで利用されるんですかって言ったらばやっぱりま匂いを発生させやすい場所ですよね。いいを発生させやすい場所でこのの第三種換気というものは使われます、えー、ですので例えばその便所とか台所とか。 とかそういったところですね、はいえー、便所とか台所、まあ、そういったところに、えー、この第三種換気というものが使用されるというイメージを持っておくと、まあ、ここの部分は理解しやすいんじゃないかなというふうに思います。まあ、この 制圧負圧っていう考え方ですねだから負圧って要するにこの中のある意味空気が足りないよみたいなそういう状態ですよねはい制圧っていうのは空気があるよっていうそういう状態ですよねまあこのイメージを持っておくと他ねちょっと他の設備のところでもえ結構負圧とかで出てきたときにああこういう状態ねみたいな感じでえ理解はしやすくなっていくと思いますのでまあちょっとこの言葉もぜひね覚えておいていただければというふうに思います はいでですね302ページのところに、まあ、これこんな感じでまとまっておりますはい、えー、自然環境方式それから機械環境式その中では第1種第2種第3種とあって第1種環境式は機械環境式は両方とも機械第2種は吸気が機械排気は自然。 でえー、第3種は、えー、吸気気がが自然、えー、排気が機械ですね、えー、なのでさっきも言った通り、はり、い、イメージとして自然換気に関しては、えー、あんまり入ってこないあんまり出ていかない、えー、機械換気に関してはめっちゃ入ってくるめっちゃ出ていくっていうね、えー、そういうイメージを持っておくと、まあ、ここら辺は理解はしやすくなってくると思います。はい、ということでですね、えー、これがですねまあ換気のお話でございました。 はい。まあ、あとは24時間換気とかね。まあ、そういったものもありますけれども、まこれが機械、えー、ごめんなさい。換気設備のお話でございます。はい、まあ、これえー、まあ、このぐらいを抑えておくだけで、えー、ね。まあ、うんね。結構取れるっていう問題が多いので。 まあそういう意味では換気設備ってそういう意味では取りやすいです。でしかもあの出やすいというところがありますのでね。まあ是非ね、えー、この換気設備理解してですね、えー、一点取れるように頑張ってえやっておいてください。まあ一点取れるようにって別に毎年出るかどうかはまあ分からないですけどね。まあ出やすいのは事実です。というところで、えー、まあよろしくお願いいたしますということでございます。はい、えー、それではですね、今回はこの辺にて終了したいと思います。それではまた次回お会いしましょう。それでは皆さんお疲れ様でした。